新喜劇見てくれた人全員マブダチラのコーナー、よいしょー。今回のゲストは、はい、しゃもじです。誰がしゃもじや、熱いご飯混ぜたらか、ほんま。いや、キレキレですね。やばいっすね。盛り付けの歴史を巡ろうということで。誰が興味あんだこれ。誰が興味あんだよ。巡っちゃいますよ。一人で巡ってこいよ。なんでやねん、一人で巡っても面白くなかろうが。お前白装束でお前杖持ってお前88箇所回ってこい、バカ。お遍路さんやないかそれ。やめとこう。すいません、すいません、こう抜かします。はい、おい、かわいい。もう頭仕上がってんじゃんこの時点で。千葉さん、もうハゲてたの生まれて。ちゃうんすよ千葉さん。どうと、ちょっと見てもらっていいですか。え、いいですか、ちょっと僕ね、うん、生まれた時の写真があるんですけど、うん、これなんですよ。うわっ、毛生えとんですよ。足汚な。あ、そこは、ね、で、これが生まれたてでしょ、はい、これは何歳よ。これが、もうだからこんなちっちゃいんで、もう多分3ヶ月、4ヶ月じゃないですか。あ、その3ヶ月、4ヶ月の間に1回ハゲた。ハゲたんですよ。1回ハゲとんですよ、僕。もうこれがまず僕の、1ハゲですね。1ハゲ。1ハゲですね。あ、これあれだ。うわ。小学5年生の時ですね。この時に人生で最大の恋愛というか、僕が保育園の年少さんから小5までずっと付き合った女の子がおって、その子と一緒に生徒会に入って、で僕はずっとその子好きで、でもどうやら周りから聞いたらその子も僕のことが好きっていう噂を聞いたんですよ、その時。で放課後残って2人で作業してる時に、好きな人誰なんって言われて、いや、そんなん恥ずかしいけん、もう答えんよ、言わんよ、じゃああなたはどうなんって僕言ったら、いや私も恥ずかしいから言わん、教えてやって言ったら、僕頭バンって叩かれたんですよ。そしたら、私が好きなのは、私が叩いた人。うわー、なんかおしゃれな。僕が好きなのは、僕の頭を叩いた人。おい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 、そのパンでハゲたってこと。違うわ違うわ。違うの。これうわー、もう完全に森助くんだな、顔は。かいくつの時ですか。あの、高3ですね。おーおーおー、高3で、この写真この時も全然髪の毛はまだある、ね、この時はまだ、でも、てっぺんはもう実はもうちょっと薄いんですよ。高3で、はい、早めだったね。高2の時に薄いって言われました。ちょっと他の人よりも、はい、覚醒が早かったって。覚醒が早すぎましたね。で、僕、学生時代、今思ったら、付き合ったことないんですけど、結局、小中高で多分10回以上告白されてます。嘘つけ。そうなんですよ。いや、ほんまそうだ、急に声ちっちゃくちょっとほんまなんですよ、これモテです。そこはもう、ほんと、つかないです、大丈夫です。なんで、いいじゃないですか。言わしてくださいよ、こういうの。そういう話はもう、つかないいらないですか、はい。次が、はい、うわぁ、なにこれ、もうペナルティのワッキーじゃん。いや、違います。ワッキーさんになってますこれ。うん、そうです、これ急にぶっ飛んだな、こっからぶっ飛びましたね。え、これが高校。これ高3。はい。で、これいくつ。これ26ぐらいじゃないですか。あ、まあだいぶ経ってるけども、26、7、ほぼ仕上がってる状態。仕上がってますね。もうまだ髪の毛あるな、今よりは。ちょっとありますね、今思ったら。あの、本毛がまだあるよ。そうですね。今もう本毛は一切ないもん。本毛って言うんですね、この、はい、あの、子犬のお腹みたいな誰が毛はすごい触り心地いいですよ、本当に。何なんですかこれ。最後ですね、これ。はい、あ、これ、あ、違う、なんか、まあいいや、これ僕の宣材写真なんで。まあ、予定では何だったの。僕、すごい跳躍力を身につけた時があって、その写真があるわと僕。それ見たかったよ。あ、ほんまですか。携帯にあるんですけどね。携帯です。携帯に、はい、後であの編集上入れます。見ます。いや、大丈夫です。大丈夫なんだ。今週の新劇、はい、紹介していただきましょう。はい、タイトルがベテラン刑事はお見通し。見どころというか、はい、もうこれです。はい、本当に大暴れ。大暴れ。はい、はい、土さん座長で、はい、清水さん回しで、はい、で、土さんの横にも千葉さんがね、ね、ずっと。スッチさんがベテランデカで、はい、千葉が新人デカで、はい、ニコイチでやられてて、はいはい、もうスチさん、千葉さんがもう台本にないことやるやるやるで、やるやるやるでしたね。でも僕 ね、本当にそのスチさんと何回かコンビで出させてもらってるんですけど、はい、その中でも、はい、僕の中ではですけど、はい、
一番スチさんが自由にやってたかもしれない。めちゃくちゃわかります。その回によって変えるし、はいはい、あとこの回はここ多めにやるけど、うんうんうん、でも次の回はそこはちょっとあんまりやらない、でもこっち多めにやるとか、はいはい、分かんなかった。もうでもその話し合いもしてないからもう必死でついていくしかない。いやすごかった本当に、うん、いや伊丹くんもスチ様とこのやるんじゃないですかみたいな、うん、すごいなんかハマってるというか、うんうんうん、2人 の、 あ、なるほど、ね、の感じもとか。でも、うん、2人がそのボケまくってもうまた清水さんもちょっとなんかもう、うん、いやあの人やっぱすごいよ、ギンギンでしたね。うん、あのでももうすごかってなんかもう全部対応してて、うん、あ見ててそう思った。はい、なんかやっぱでも清水さんも、はい、あの清水さんがいるから、はい、スチさんも多分安心して暴れられるっていうのはめちゃくちゃ俺は後ろで見てて思った、ね。ああなるほど。でその土台が本当に整ってるから、はいはいはい、だから俺もこんなこっちまだ来たばっかだけど、はい、まあついてい、いけるというか、うんうんうん、すごくでも楽しかったよね。すごい見て楽しかったずっと、うん、ちょっとぜひこれは見ていただきたい。ほんまに見てもらいたいですね。でも森助くんも、はい、あのストーカーの役で出てるんですよね。あ、そうです、はい、あのやっぱ森助くんにしかできないストーカーだったかなって僕は思います。ほんまですか。ほんとほんとに。ああ、うん、ありがとうございます。ということで何か最後に、視聴者の方に伝えておきたいことありますか。はい、はい、本当に皆さん僕のジャンプ力を見せれなくて本当すみませんでした。あ、もうそこもごっそりそこ使わないから、あ、そう、ごっそり、うん、それ言っても分かんないですから、うん、さあ、というわけで、はい、森塚さん、あの頃に戻りたいな、最後に、はい、最後に何か伝えたことありますか。あ、なかったことにするんですよ。いや、本当にね、負けないように頑張るようになればいいな。さよなら。すいませんでした。すいませんでした。すいません。